にちは、宅飲みゲルメのオスです。ということで、今回の動画なんですけれども、今回はですね、たまにレシピでお世話になっている料理研究家のリュウジさんのツイートの方がですね、またまためちゃめちゃバズっておりまして、1月31日の6時の時点でですね、15.8 万リツイート、48万いいねという、めちゃめちゃバズったレシピが紹介されてるんですよ。またですね、このツイートのレシピを元にした動画をですね、様々な YouTuber さんが投稿しておりまして、その動画を見てですね、あ、めちゃめちゃうまそう。これは食ってみたい。これは作ってみたいということでですね、今回はそのツイートレシピを参考に、じゃがりこを使ったじゃがりこ作っていきたいと思います。それでは早速、やっていきましょう。はい、ということでやっていきたいと思います。ということで、このアリゴというものはですね、フランスのオーブラック地方というところの郷土料理のようでございまして、ジャガイモをベースにチーズを混ぜた、まあ、いわゆるチーズマッシュポテトのようなもので、粘度がめちゃくちゃ高くてですね、餅のように伸びるのがすごい特徴の食べ物になっております。ということで、今回使う食材がですね、じゃがりこと裂けるチーズ、こちらの2つを使ったレシピになっております。それでは作っていきたいと思います。まずは耐熱容器の中に、お好みの味のじゃがりこ1個を入れて、ここに塩少々、そして裂けるチーズを1本入れて、そしてここに熱湯 150cc を入れて、蓋をして数分待ちます。熱湯を入れて 2、3 分経ったら蓋を開けて、こちらをかき混ぜていきます。おお、いい感じ、いい感じ。よし、ちょっとチーズが硬くなってきちゃったんでね、そういった場合は一度電子レンジにかけてあげます。そしたらこちらを再びかき混ぜて、おお、いい感じに粘りが出てます。そしたらこちらを再びじゃがりこの器に戻して、よいしょ。ということで、こんな感じでじゃがりこを使ったじゃがりご完成いたしました。それでは食べていきましょう。さあ、ということで完成いたしましたじゃがりご、早速食べていきたいと思います。いただきます。いやね、このアリゴが実際伸びるかっていうところですよね。まずいきますよ、いきますよ、よいしょ。いや、ちょっと違うな。よいしょ、お、あ、伸びね、やべ。伸びねえ。ちげえな、しかも。いきます。もう一回。オッケー。いやー、ということですごいですね、めちゃめちゃ伸びててびっくりしました。それではね、実際にお味の方はどうなんでしょうか。いただきます。うんうんうん、あ、おいしい。
あ、なんかじゃがりこのマッシュポテトにチーズのコクが合わさったような、そんな感じの味ですね。それでいてね、チーズのおかげで粘度も高いんで、これめっちゃうまいっす。ということで、そんなチーズを使ったアリゴね、これお酒に合いそうだということで、今回こちらを飲んでいきたいと思います。はい、ということで皆さんもね、じゃがりこと避けるチーズを使って、ご飯によし、おやつによし、おつまみによし、じゃがアリゴ作ってみてはいかがでしょうか。こちらの動画を見てね、じゃがアリゴ作ってみたいなとか、ビール飲みたいなと思った方は、ぜひグッドボタンと下のチャンネル登録ボタンもお願いします。これからもね、ビールにはおつまみだったり、自作ラーメンだったり、どんどん作っていきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。というわけで、もう武田ですが、そろそろ締めさせていただきたいと思います。それでは最後は一丁締めで締めていきましょう。それでは皆さん、お手を拝借、よーありがとうございました。はい、ということで、チーズの分量多すぎないでね、正しい分量でやったらすごい伸びてくれたんで、ちょっと3棟だけ取り直したいと思います。いや、本当に悪いことするもんじゃねえな。ということで、いきますね。皆さんもね、分量を守って正直に生きるようにしましょう。うん、うまい。